はい、皆さんこんにちは、こんばんは、パッフィーと申します。今日もドラゴンズクラウンプロ続きをやっていきたいと思います。ついに、99回ですね。今日はなんか思った以上に早すぎて、なんかもうっていう感じなんですけどね。まあおそらく今回はエンシェントドラゴンになると思うので、対ドラゴン装備かな。いや違う違う、嘘です、あっちですね、エンシェントドラゴンは前回ですから、今回は、デーモンロード戦ですね。だから対デーモン装備にこれ装備されてるわけですね。いやすいません、で今日はちょっとバタバタしてて、実はまた変な時間やってるんですけど、結構疲れてもぐっと寝ちゃってたんで、今日はやめようかなと思ってたんですけどね、目が覚めるとやっぱ気になってしょうがなくって、結局始めちゃいました。もうちょっと万全でやればよかったかなと思ってるんですけど、まあまあやっていきましょう。で今まあ次のももう一応ですね、取るのは取り出してるんですけど、まあぼちぼちでっていう感じで、一応やっぱりまあ年末なんで当たり前なんですけど、結構ドタバタはしてるんで、まあ一応まあ年明けからまた本格的に動いてもいいかなって思ってるのと、まあ今新しく始めた分はまた何本か取ったら順次上げていこうかなとは思うんですけどね。まあどちらかというとその方は間みたいな感じなので、ちょっとゆっくりやろうかなと思ってますね。ゆっくりっていうのがその遅くやるっていう意味じゃなくて、あんまりこう、まあ、いつも縛ってはないんですけど、まああんまりこう攻略っていう感じじゃなくて、久しぶりにちょっと触りたくなったんでっていう感じですかね。まあまあちょっと違うゲームなんで、あんまりやるのはやめておきますが、まあですね、まあ時でもそうだったんですけど、終わってまあ実際ちょっと触ってはいるんでですね、遊ぶのは遊ぶんですけどね、またどちらもまあまた気が向いたらという言い方も変なんですけど、撮ってみたいなとも思ってますしね。なんかでも結構このドラゴンズクラウンはこの今になってまた新しい効果の装備とか出てるんで、ちょっと気にはなりますね。ほんと長く楽しめるように作ってあるなっていうのと、効果がまた面白いですよね、装備品の効果ですね。ほい、はい、どんどん出ますね。なんか数がおかしいぞ。よいしょ、なんかでかいやつ混ざってるし、おっと魔法使い終わったか。あったあったあった、ほらほら、離れましょう。OK、 よし、なんかあれなんですよね、割と進めてたんで、なんかせっかくこう強化したのになんかもったいないなっていうのもあってですね、ちょっと未練がましいみたいなんですけど、まあでもちょっとここから先がそうですね、まあ今日あたりからはっきり変わったんですけど、今までほどちょっと安定して遊べないかなっていうのもあって、
まあ、あの仕切りもちょうどいいかなと思ってですね、あの一回区切って年明けからっていう感じでもいいかなっていうのをちょっと思ったんですけどね。バイトのことですけど、あのって思ってるっていうぐらいなので、あんまり決めてるっていうほど決めてるものでもないんですけどね。で、痛かったな今のは。でもあの罠のダメージ軽減って結構大きい気がしますね。出ましたね。よし、毒。ほい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 。まだかな。そろそろですかね。来そうですね。嘘。ちょっと使った、やばいやばい。せーの、ドン。もう一回ドン。拾います。ちょっと外した。うっそ、しまった。今のはちょっとまずかったですね。今ちょっと頭がふわってしてました。あれ、なんで、あ、いた。せーの、ドン。よし、 OK。 ちょっともったいなかったな。まあ大丈夫でしょう。こっちのあのなんていうんですか、デーモンロードはやっぱり本当とは段違いで強いので、あんまり油断はしたくないんですよね。もったいないな、一つ失ったのはですね。というよりあれをお祈りをしてくるの忘れましたね。ちょっと舐めすぎだな。キノコさんか。はい、はい、消し出してくれるわ。え、はい、オッケー。よしよし、まあ、コインはいいとして、 FTT か。ほい、ここはない。ちょっとご飯も希少ですね。あんまりむやみにやたらと食べないようにしましょう。よいしょ、せーの、ドン。オッケー。ちょっとあんまり良くないな、このグループは。あんたたち敵同士じゃないの。なんかこいつ蜂の巣荒らしてるイメージあるんですけど、なんだっけ、フクロウっぽいクマさん。よいしょ、はい。そうなんですか、蜂も結構タフなんですよね。うん、すいませんね、今日も喉の調子あんまり良くないな。ちょっと今キリがいいので、ちょっと一回お水飲ませてくださいね。すいません、ちょっと一回ミュートしますね。すいません、戻りました。なんかやっぱちょっといがらしいのはいがらしいですね、まあ、この時期はもうでもずっとこれやってるとしょうがないですね。
よし、オッケー。だ。よいしょ。捕まえられる。ヘイ。これ全滅じゃなくてもいいんだ。今気づきましたけど、8ターン生きててもインが空いちゃいましたね。よし、行きましょう。まだか。そして蜂の巣出すぎっていうね。じゃあ OK、 壊れた。よいしょ。ちょっと待って、これあんま良くないぞ。ほら来た。よし、 OK。 よいしょ。痛い痛い。危ない危ない。やっぱ強いですね。なものかな。あとはないかな。魔法は B だけか。じゃあ行きましょう。来たね。よし、じゃあご飯食べましょう。ちょっと残機が一つ減ったのが残念ですけど、よし、まあ丁寧に行きましょう。ほい、よし、最後ですよ。ほれほれ、いきなりか。いや、このまま押します。これはちょっと逃げたい。これはパーします。ほら、割といいダメージやっぱ入ってますね。特攻だけありますね。避けた方がいいのかな。ちょっと待って、これ危ないね。ちょっとダメージを入れられてる。かわします。もう結構持ってかれてるな。もうご飯のストック分が消えましたね。そしてエクステンド、ナイス。これは避けましょう。でパンプアップをしておく。ほとんど減ってない、まだ。いや、危ない危ない。回復回復。メガスマッシュ、そしてメガスマッシュ、そしてかわす。痛い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 。結構持ってかれましたね。回復で、メガスマッシュ持ち替えてぶん殴る。ちょっとメガスマッシュまだダメ、かわそう。もう一発 OK。 メガスマかわして、ちょっと向きが違った。もう一回メガスマで持ち替えて殴ります。かわします。回収 OK。 ちょっと宝石を拾っておこう。メガスマッシュ、メガスマッシュ。ちょっと焦ったかな。パンプアップしておきましょう。そい、危ない危ない。これ、これ出ましたね。ザコが出始めました。
こっからは結構、いやーまずい。もうあんまり無理は禁物ですね。えやれるときにメガスマ遅い。もう地味に削っていきましょう。せーの、ドン。けドン。オッケー。まあでもやっぱりあのここまであれを貯めてきたかだけありますね。あの紋章ですね。復帰が早いのはやっぱり無敵時間も増えるということなので、やっぱ受けるダメージも段違いのはずです。もう半分以上削ってますね。あとは問題なのはアークデーモンですね。まあやることは一緒なんと。危ない。 OK。 よくないね。なんとこれで回復してからメガスマ、もう一回メガスマでかわしましょう。はい、はい、そろそろかな。来るかな。来そうですね。まだか。来ましたね。しつつ、あ、うそ、離せ。まあ大体まとまるんでメガスまで片付けましょう。うわ、掴むんじゃねえよ、離せ。いや、それでも以前と比べたらやっぱ段違いですよ。よし、一つやっつけた。もう一個もこれで終わりだ。よっしゃ。いや、でも全然こっちの強さが違う。それここから攻撃が熾烈ですけど、アップアップ忘れずにもらっちゃったけど、うわっ、よりもらったか。大丈夫大丈夫、まだまだまだ一回も死んでないですからね。何より回復して OK。 よし、持ち替えいける。いや、この持ち替えの速さよ、やっぱり効いてますね。あれ、ピヨってんのか。まずい。いやいや、でもいい感じで削ってる。強い強い。あの頃の私とは違う。危ない、離れよ。はい、あー、ピヨってる。一気に持ってかれるね。危なかった今のは。それ危ない危ない。せーの、ドン。もう一回ドン。かわす、いいよ、いいね。オッケーオッケー。なんだかんだ体力も600キープしてますからね。それもう一発。え、いいよ、押し切れ。まだか、まずい。 OK。 よし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 。いやいや、でもあの天狼に来てこんだけデーモンロードを
いなしたのは初めてじゃないですかね。いや、やっぱり強い。あ、紋章の効果はすごいですね。いや、99階層行きましたね。そしては、町に戻りましょう。戦利品で、これいらないですね。いらない。これ、一応見ますか。いらなかったですね。打点子は、ああ、そうか、あれか。ちょっと特殊なやつですね。オッケー、オッケー。いやー、なんかすごい力が抜けましたね。いや、よしよし。ちょっと待ってくださいね。一応、始末しましょうね。迷えるものよ。何の用か。安らかなる眠りを。よいしょ。いらっしゃい。どれにするの？で、一応はまあ一応仕切るのは仕切るんですけど、こうしておきましょうね。オッケー。はい、それでは超ロングシリーズになりましたけど、ドラゴンズクラウンプロ141回目かな、これだった気がするんですけど、皆さん本当長期間ありがとうございました。で、まあ一応ちょっとここでまとめますね。まあもうプレイしないっていうわけではないんですけど、まあ、正直この後の分がまだ本当にはっきり決めてないので、間つなぎの分はですね、今ちょっともう取り始めてるんですが、それ以外のものをちょっと確定でまだ決めてないので、もしかしたらちょっと間で挟むかもなっていうぐらいで思っていただけると嬉しいかなと思うんですけど、そうですね、まあこのシリーズはでもちょっとまとめておくと、すごく新鮮でしたね、自分の中でも。まあ単純に遊びたいからいつもゲームは選択するんですけど、ある程度考えるのが、その、なんていうんですかね、ロールプレイングやって、で、ロープレとかじゃなくて、まあ、アクション挟んでとか、アクションもこう、どう言ったらいいですかね、どういう目線でやるのかが違ったりとかですね、まあ、あんまりできるだけこう、連続して同じようにやらないようにっていうのはちょっと心がけてたんですけど、まあ、その中で、まあ、どうですかね、ドラゴンズクラウンプロは好きなんですけど、やりだすとハマるんですけど、やるまでは割と敷居がちょっと、自分の中でもちょっと高めなゲームで、だいたいやりだすと長いのも自分で分かってるんで、なかなか手を出しづらかった部分はあるんですけど、まあそういう中で自分も淡々と遊んでいって、まあ基本は私はまあ自分が楽しければいいかなっていう感じでゲームさせてもらってるんですけど、まあもちろん他のシリーズでももちろんあるんですけど、このゲームはですね、おそらく、まあ、自分でもやり込み度としてはかなり今までやった中でもそこまでなくて、特にドワーフ特化型ですし、でドワーフそんな上手なのって言われたら、1年秋とかでこうポッと始めてみたりとかっていうやり方が多かったんでですね、いつまでたっても上手にはならないっていうですね、そんな感じだったんですけど、ピンポイントで結構コメントいただいたりとかですね、まあ、何より本当思ってた以上に来てくださる方が多かったのもやっぱ本当に大きくて、正直言うとストーリー終わって、まあ混沌の迷宮と天狼っていうのがあるよ、でも大変だよね、終わりっていう感じで終わる絵を自分では結構描いちゃってたんですけど、本当コメントいただいて以降ですかね、またちょっとムキになってやりだして、あそこはやっぱでも本当自分でも大きかったなと思いますね。一人で行った方が良かったりとか、行った方がいいというよりか、まあその体力のバランスとかですね、まあ、ちょっとしたことが結構すごく助かってて、あ、それちょっとやってみたいなって思うことを言っていただけたのが本当嬉しかったですね。で、それで自分でこう、いろいろやってるのをまた、次撮るときにやっぱり、回数なんかは見えるんですけど、あ、結構見てくださってるんだなっていうのが見えると、あ、よし次もちょっと頑張っちゃおうかなっていうので、やっぱりモチベーションがすごく高くできましたし、
まあ、本当嬉しい限りですね。あのこのシリーズ始めてからやっぱり結構その、まあ、あんまり時間とかって別にそこまで気にしてなかったんですけど、まあ、いないよね見る人なんてっていう感じで、自分でも半ばあの趣味でやってた部分がいろんな人と共有できてるのが見えることが増えてですね、それがすごく嬉しかったですね。まあというよりまだまだあの私もそのドラゴンズクラウンプロの楽しさをよく分かってなかったんだねっていうのがすごい思いましたけど、でそれがこうすごい辛いことなんじゃなくて、それがすごく楽しいことでですね、あのおかげさまで本当に買ってもう何年も経ちますけど、それ以来一番最初のテンションっていうのはやっぱあったんですけど、それ以降で考えるとこんなにテンション高くこのゲーム進めたのは久しぶりですね。本当にめちゃくちゃ楽しかったですけど、まあ、やっぱりこう、まあ、一人でもちろんこうシコシコやるのも面白いんですけど、あのまあご意見いただいたりとかっていうのもやっぱ楽しいですね。本当にあのまあ動画撮ってみてよかったなって思ってます。まあ本当今回もあの新シリーズのあのサムネイルとか作りながら、本当こういうのは全くもって苦手な上に途中でまあいいやいい加減でいいやっていうのでやっちゃうから本当に良くないんですけど、あのこれも本当に雑なサムネイルであの素人丸出しの感覚なんですけど、あの本当そういった動画でも見ていただけるっていうのは本当に嬉しいですね。はい、まあまあ、でも本当、まあ、今までの最高進度ですね。これが私のあの今までこんなに進んだことないです。あの混沌の迷宮もそうですし、あの天狼もそうですね。あのこんなに行ったことないですから、だから大体のパターンはこう始めてクリアまでやる、難易度上げるで、まあ、ウルティメイトが出て天狼をやって天狼の専用装備を手に入れて、今度はあのランクをインフェルノに落として、あのストーリーをこう今度はずっとやるみたいな感じの流れがすごく多かったんでですね、まあこんなにゆっくりじっくり楽しめたのって初めてですね。いや、やっぱりでも奥が深いゲームですね。でもこれ絶対やりながら思ってますけど、99回想で一応まあギリはつけたんですけど、これまだまだあるでしょう絶対あのまだ奥が隠れてる感じがしますんで、そこはすごく気になってますね。はい、まあ、なのでまたちょっとあの例えばこうシリーズの間とかですね、まあ、ちょっと間時にでもやってみたいかなっていうのはちょっと思ってますけどね。まあまあこれもあのまたやりだしたらまたずれていくんで、あの口約束にはなっちゃうんですけど、まあでも何よりやっぱりドラゴンズクラウンプロはやっぱ面白かったですね。あのもともと面白いとは思ってたんですけど、あまだまだあったなみたいな感じで、まあ、本当そういうのがやっぱ見つかるとまた楽しいですね。本当にまあまあなかなかこれもあの時の極みの時にちょっと言いましたけど、これもあんまりセールに引っかからないゲームなんですよね。最近何度かあったような気がするんですけど、まあ、もしよかったらですね、あんまりプレイされてるない方っていうのはいないんじゃないかなとも思うんですが、もしおられたらですね、あのぜひあのプレイしてみてください。あのアクションとかも実際そんなに複雑じゃないですから、あのああいうのはないんでですね、あのコマンド入力とかはないので、基本的にあのボタンの組み合わせみたいなのがあるぐらいじゃないですかね。コンボにしてもほぼ連打ですからね。あとはまあ軸調整もありますけど、まあそんなかっちりしてるわけじゃないので遊びやすいですしね。まあ本当割と感覚でも遊べちゃうし、よく見ても楽しいしっていういいゲームだと思いますね。はい、まあ本当そんな感じなんで、よかったらぜひあの手に取って遊んでみられるのもいいんじゃないでしょうか。で、あのまあ本当見ていただいた方もあの結構やっぱりプレイされた方の方が多いと思うんですけど、あの見てもし思い出されてですね、ちょっと久しぶりにやってみるかなみたいな感覚になっておられたりしたら、ちょっとまたそれも嬉しいかなと思いますね。私はもう本当にその繰り返しなので、あんまりゲーム増えなくはないんですよ。セールの時にはやっぱ買っちゃうんですけど、でも結局のところやってるゲームってあんまりここ何年だろう、当分変わってない気がします。同じゲームやっぱローテーションでやっちゃってるなとは思うんですけど、まあ、そうですね、いずれ、まあ、未プレイのシリーズなんかも
やってみたいなと思うんですけど、あの別にそれにこだわってるわけではないので、まあ、ただ自分がプレイすることで、あのまあこいつ面白いっていうよりは僕はあれなんですよね、あのあこのゲーム面白そうとか、あ面白かったよねって思ってもらえるのが一番嬉しいかなと思いますね。まあ本当プレイ自体はあの花もなければ工夫もないみたいな感じなので、まあ、本当ゴリ押しに進めようとしたりとかですね、そんなばっかりなんですけど、まあ、本当いつも見ていただいてありがとうございます。本当にあのこんなに、うん、このゲームをずっとテンション高くやれたのも初めてだったので本当嬉しかったですね。だってまだ本当終わるのもったいないなって思ってるところはやっぱありますもんね。今日ちょっとそこは悩んだんですけどね、まあ、いずれにしても一応仕切りとしてあのもともと目標にしてたあの無限の天狼99回をあの目標にはしてましたんで、あのそこまでは達成できたということで、あの一旦今回で、ドラゴンズクラウンプロ終了という形にさせていただきたいと思いますですね。まあ本当またぜひあのこのお正月休みにもですね、もしよかったら手に取ってもらって遊んでみてもらえるといいんじゃないかなと思いますね。またセール来てましたしね、ただセールには引っかかってなかったっぽいですけど、ドラクラはですね、私は本当なかなかセール引っかからないんだよな、もうちょっと人気あってもいいのにって思うんですけどね。はあ、まあどれもあのもともと人気は高かったんですけどね、私の始めた時期が遅かったゲームが多いので、名作は名作なんですが、はい、まあまあそんな感じで、まあまたですね、あの一応そうですね、あのできるだけ動画をここからも上げてはいきたいと思うんですが、特にあの本当の年末年始に入るとあの仕事の方じゃなくてあの、まあ、親戚とかですねが集まってくるので、あのなかなか時間がそもそも取れないと思うんで、あのどっちにしてもできなくなっちゃう時間はあると思うんですが、あのまあそうですね、ここからはかなり不定期になると思うので、またよかったらですね、あの年明けもからもですねよろしくお願いします。あのこれで年末まで何をしないということはないんですけど、まあちょっとあのここでもうしばらくドラクラないならいいかなって思われる方もやっぱおられると思うんで、あの本当長いシリーズあの見ていただいてありがとうございました。あのまたよかったらですね、あの年明けからもあの今後ともあのお付き合いいただけると本当に嬉しいかなと思いますね。はい、では、そうですね、ドラクラの、あのファンの方には一応あのちょっと区切りで言っておきましょうね。あの皆さんあの良いお年をあのお迎えください。あの来年もぜひよろしくお願いいたします。まああのこんな感じでいつものちょっと雑な感じで申し訳ないんですけど、またよかったらお会いしましょう。それでは、本当名残惜しいなこれですね、皆さんまたですねお会いしましょう。まあ本当ドラクラもあのやらないとは言ってないみたいな感じで申し訳ないですけど、まあどちらにしても触らないってことはもうないなっていう感じなので、またちょっとチビチビ触りながら遊んでいきたいと思いますね。はい、じゃあ今日のところはこれで終わりたいと思います。では皆さん本当にどうもありがとうございました。本当またまあ、別のゲーム次次っていうわけじゃなくても、またあの気になるゲームとかあの見つけられたらぜひぜひまたお会いしましょう。はい、ではいいかなまたあのボットになってきましたね、終われないんですよね、やめよう。はい、じゃあ今日はここまでします。では皆さんどうもありがとうございました。またぜひお会いしましょうね。はい、はい、同じことをずっと言っているのでもう切ります。はい、ではさよなら、バイバイ。はい、ありがとうございました。